どうも、特攻長です。いやー、皆さん来ましたね。9月10日、今日はクチートの日ということで、クチートさん感謝祭ということでね、今日ご用意させていただいているのは、クチートが絶対出るって決まっているパックを3つご用意させていただきました。しかもオリパではございません。ポケモンカード公式のオリパでございます。で、ですね、そちらの方を開けさせていただこうと思います。いや、オルタージェネシスの話ではなくって、まあその3種類ね、紹介させていただこうと思います。あ、ちなみにね、今回実はカードゲーム以外にも一つね、ちょっとご紹介させていただこうかなっていうパックがあるんですけれども、残念ながらこれはね、開いてる時間がないんで、今回はね、ちょっとスルーしようかなと思ってます。今日はね、ちょっとカードの話だけでいこうかなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。さてと、じゃあ年代順に行きましょう。まず一つ目でご紹介させていただくのはこちら、バーン、ポケモンカードゲームマスターキットです。発売が2005年の7月15日。シリーズとしてはアドバンスシリーズで、なんとですね、対戦に必要なものが全て入ってますよって書いてあるんですけれども、構築済みデッキがカード15枚って、これどういうこと？15枚デッキってこと？ちょっとわからんのだが、何が出るんだあと CD-ROM が入ってるんですけれども、これわかりますかね。 CD-ROM の対応 OS Windows Me 2000XP ですって。やべえよ、ねえよ必要メモリ 128MB ですって。今もう4ギガ8ギガはもう当たり前の時代ですよ。すごいよね。でほら、パッケージ見るとね、ここにクチートさんがいらっしゃるんです。このクチートがね、実はこのパックにしか入ってないんですよ。よいしょ。さて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 、というわけでね、今回はこんな感じです。私がね、クチートを向きたいがあまり、ついに現在のなんだ、カードゲームでは使えないパックまで買っちゃいましたよっていうクチートさん大感謝祭ですね。ここはシートから切り取ったダメージカウンターやマーカーを入れようですって。いやいやいや、これに収納しろっていうのがなかなかすげえな。でコインです。これコインはね、プラスチック製なんですけれども、結構おしゃれですね。はい、私はこれ保管せずに使っちゃうタイプです。イエーイ、はい、落としましたね。はしゃぐ、よいしょ、はしゃぐと、こっち、はい、クチートじゃないところではしゃいでも仕方がないんで、じゃあ開けてみましょう。よいしょ、あ、これ生で入ってんな、カード。よいしょ、クチートどこにいるかな。正直今回クチートしか興味ないんですよね。よいしょ、なんだけれども、一応まあ他のカードも見ちゃいましょうか。すげえな、このエネルギーの散らかりを。よいしょ、この中でね、無限回収してるカードがあるよっていう人はね、声かけてください。はい、じゃあ多分ここにいるんでしょう、クチート。いない、え、いないぞ、クチートいないぞ。どういうことだ、もしかしてこの中にクチートは入ってないのか。波動のルカリオ EX、 レックザ EX、 バシャーモ、バクオング、ヤミラミ、クチート来た、よかった。はい、というわけでクチート来ました。よいしょ。でね、今回なんで私がこれ買ったかっていう話なんですけれども、私がほらトップローダーでコレクションしているクチートさんがいらっしゃると思うんですけれども、地引きした綺麗なクチートをできる限りトップローダーに保管するという目標を持ってやっております。で、まあ先日からですね、いただいたもので綺麗なものっていうのは比較的トップローダーに入れてるんですけれども、トップローダーに入れていない種類のカードとかがあるんですよ。なのでそれを今回封入して、まあクチートのカード全種類ローダーに入れましたよまで行くのが今日の目標です。はい、というわけで、よいしょ、はい、ポケモンカードゲームメガクチートの水分の中に入りました。クチートの、カードですね。騙し討ちと驚かすのクチートでした。ありがとうございます。よいしょ。さてと、でじゃあ他のカードたちはまたちょっと眠っといてもらいましょうかね。さっき申し上げました通りね、ルカリオとかレッグーザとかピカチュウとか、無限回収しているカードで、そんなあんのマジでちょっと欲しいんだけどっていう人は連絡してください。あげる分には全くやぶさかではございません。よいしょ。です。というわけで、ポケモンカードゲームのマスターキットのお話でした。じゃあ、二つ目はこちら。バーン！
NGOEX vs. Twikis EX 対戦スタートセット30ですね。ポケモンカード XY の時代のやつです。なので今から4年前かなのものです。で、ここにもね、NGOEX デッキが書いてあるんですけれども、ここにね、クチート1枚って書いてあるんですよ。そう、私はこのクチートのためだけに買いました。はい、です。で、その他にも、ガーディ、ウィンディ、エンブオイックス、ニャスパー、ニオニクス、で、ノコッチとかって感じですね。スーパーボールも入ってますね。サナ、ティエルノとかも入ってます。お、ニコタマも入ってんじゃん。やった。で、サニーゴ、エレブ、エレキブル、トギキクス、EX。で、シュシュプ、フレフワン、トリミアンって感じです。ピカチュウなんかこれ、なんか、偽物感ねえか。まあまあいいや。というわけで、これも開けさせてもらいましょう。テープを剥がして、この紙ケースを下にスライドしてください。はい。よいしょ。よいしょ。おー、すげえ、外れた。なんか取説的なやつが入ってますね。なるほどね。よいしょ。で、あ、ここが開けれるのか。あ、なるほど。べーって感じか。よいしょ。全然べーっていかんかった。なるほど。これは、対戦シートですね。ここにクチート書いたりしねえかな。ないですね。うん、ないです。はい。で、あ、これは書いてあるのか。じゃあこれ持っとこう。よいしょ。このクチートです。ね。睨んで噛みつくチートですね。この右下にね、炎棒マークが入ってるのが特徴です。ね。よいしょ。そう、こいつが入ってるんですよ。ウィンディかっこいい。炎棒もいいね。おー、なるほど、なるほど。いやいや、実物のカードここにあるんだから見ろって話だな。じゃあ、あ、そうだな。使わないカードの状態をいたずらに悪くするのは私の意義に反するので、トイキス EX はこのまま置いときましょう。で、NGOGX の方だけ開けさせてもらいます。よし。はい、というわけで、では見ていきましょう。NGOEX、姫丸先生のニャスパーですね。で、来ました。チートさん、ありがとうございます。これはかわいい。このクチートやっぱかわいいな。斉藤幸喜さんのクチートやーばい。この頭のデカさ加減がやばい。他を圧倒するかわいさ。一言で言うならドチャクソかわいい。ドチャクソかわいいって言った時点でその表現は他の子にも使ってるよね。まるで浮気を問い詰める彼女のごとく。どうせ同じこと他の子にも言ってるんでしょ。言われたことないですけどね、私は。よいしょ。はい、というわけで、クチートですね。睨んで噛みつくチートが無事、ロダに入りました。よーし。あじじゃちょ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 。いやー、いいなー。他はまあ、ざーっとこんな感じです。ね。サナ、サナってこの子か。へー、グレーですね。よくよく見ると。ね、グレーなんだ。グレーなのか。グレーなのか。ほーん。そう。です。はい、ありがとうございます。よし。さてと、で、よいしょ。さあ、最後のやつだな。最後のこれをね、私はもう夏が始まった時にね、皆さんと一緒に開けて楽しもうと、よいしょ。思っておったんですけれども、気がついたらもう夏が終わっちゃいましたね。はい、じゃあ、いきますね。最後に開くのは、よいしょ。はい、こちらです。バーン、メガモバイル EX プレミアムコレクション来ました。ありがとうございます。イエーイ。もうこれ何が入ってるってさ、ほら、モバイル EX とメガモバイル EX のカードが2枚、1枚ずつですね、入ってて、で、ピンバッジとクチートのコインが入っちょるわけですよ。これでね、どれぐらい ?20 ドルぐらいかな、確か。だった気がします。2016年の5月2日に発売されたものです。なんかいっぱい書いてますね。Open wide with Megamai EX. Beware the devil's Mawile. A sweet looking Pokemon with powerful steel jaws. And Megamai EX has even more chomping power.チョンピングパワーですって。Get the Mega Mobile EX Premium Collection and add to disable Pokemon to your next game.
って書いてます。へえ、そういうことかね。はい、まあ、正直発音が合ってたかどうかさえわからん、うん、でこれどこから開けるかさえわからん。これどうなってんの、ペターって貼ってんのか、ペターって貼ってんのか、これじゃあベイって開けないといけないのか。うわマジか、開けたら最後だな。うん、よし行くぜ。いやーもうねこの日をずっと待っていた。もういいや、アメリカ人みたいに開けよう。よし、うわー、あやっぱこっからこう開けるのがいいね。あミスった、もうちょっとこの箱について語ろうと思ってたんだったら忘れてた。なんかねほらなんていうの、もうビリビリに破っちゃったけどさ、ほらほらなんかここのあたりさすごいさ、あの何クチートの牙っぽくさこうデザインされてるんですよ。でこれがねあのちゃんとメタグロスのやつだったらそのメタグロスっぽくとかさ、結構なんかその側の柄もそうだし形もそうだしすっげえこだわってるんですよね。だからさ正直さアメリカ人が羨ましい、うん、ごちゃくそ羨ましい。よいしょ、はい、というわけで、開けましたと。うわー本当にバリバリにやっちゃった。イエーイ、いいっすね、いいね。これちょっとうまく切り取って置いとこうかな、めっちゃかわいい。ダメ缶ケースに貼ってもいいね、内側あたりからさペタって貼ったら、あめっちゃいいじゃん。よしそうしよう、はい、というわけでよし、じゃあ開けますね。よいしょ、これなんか英語のパックがありますね。英語のパックから口と出たら面白いからさ一応そっちも開けてみようかな。でよいしょ、えい、もうなんか曲がりそうで怖い、手が曲がってんじゃねえので怖い。はい、というわけで、マワイル EX と、メガマワイル EX でございます。まあ、初級傷っていうほどのものはないかな、ちょっとあるかな、まあしゃあないね。これも完全に船ってね運ばれてきたやつだからね、初期傷なしなんてそんな奇跡的なことないっす。いやーかわいいな。よいしょ、さあさあさあ、あ、わからん、このパックってさなんかコード、おっとこれ見せていいやつだっけ、なんか一瞬映っちゃった気がするね。これちゃんとモザイクかけれるかな、頑張ります。じゃあこれいる人言ってください、 DM で言ってください。あの人が多かったら考えます。よいしょ、多分野良さんあたりが飛びつく、知らんけど。よいしょ、ちなみにこのメガマワイル EX って確かエネ破壊かなんかなんですよね。メガマワイル EX スイングラッパーフリップ2コインズ for each、 私は何を言ってるんだ、 for each heads、 表になる旅っていう訳でいいかなこれ確か、うん、コインを2枚投げて表の数だけ、アクティブポケモン、これ多分ねバトル場のポケモンのことですよ、バトル場のポケモンのエネルギーを、捨てさせるのはずです。はい、ありがとうございます。でよいしょ、外国語版は白のトップローダー、よし OK で、よくしてパックが分厚い、よいしょで、これが噂のピンバッジですね。やべえめっちゃ備品、やべえ、まあ、ダメージ受けてないって感じですね。ピンと合うんかね、お、あった、やべえ、めっちゃ可愛くねこの顔、やばくね、やべえ、もうこれだけで溶けるべ、うひー、やべえ、可愛い、しかもちょっと分厚い、しかも後ろがプラだ、マジか、すげえな。マワイルのスピルリンクも入ってました、今気づいた。そうか、これ入ってたんだ、これ多分ね私今持ってると思う。よいしょ、持ってる場合は入れ替えですね。よいしょ、あ、あった、よいしょ、よし、オッケー、はい、気づいたらコインがなくなってる気がするんだけど、コインどこ行ったの、あ、あった、上に貼り付いてました。よいしょ、よし、うわー、ちょっと待って、でかくない、気のせい、あ、ほら、でかい、すげえ、でかい、ちょっとでかいぞ、こいつ、ほら、初代のラッキーの子、おー、すげえ、でかい、へー、すげえ、でかい、へー、すげえ、でかい、なんか言うんだよ
すげえ、そうなんでかいんやこいつ。へえ、使いやすそう。さてと、で、まあちょっと余談なんですが、よいしょ、もう完全にね、長きにわたる封入でめちゃくちゃヨレヨレになってますけれども、メガマワ LEX の大盤カードです。こいつを頑張ってリカバリしてやらんといけんのだが、残念ながらこのサイズのトップローダーがないんで、私は今回なんとクチートのクリアファイルを使いません。すいません、未開封なんです。これそう、もうね、結構前に出たやつですね。これいつ出たやつだったっけ、なんか書いてある、2011年って書いてあるわ。そうそうそう、なんかクチートのクリアファイルね。ちなみに同時期に買ったストラップはめっちゃ酷使しちゃってて、さっき一応出てきてたんですけど、ちょっとお見せする状態ではなかったです。はい、で、これはね、残念ながら未開封なので全く使えません。すいません、自慢するためだけに出しました。で、リカバリーに使うのはこっちですね。これはこれでまずちょっと珍しいけどね、ポケットモンスターブラックホワイトのクリアファイルね。何の時に手に入れたやつかもうすっかり忘れちゃいました。で、もう一つ、よいしょ、これはね、最近なんかガチャガチャで出回ってたやつですね。ミュウトゥーストライクバックスの、エボリューションのやつですね。うん、なんかガチャガチャでね、これがねあったんですよ。うん、これでリカバーしていきます。で、まっすぐに戻ったら、これのちょうど合うサイズの、スクリューダウンとかかながあれば、それに入れようかなと思います。ひとまずちょっと、しばらくリカバーします。もうこいつがね、ヨレヨレになってるのは、私はもうパックの中でずっと見てたんで、めっちゃ気になってたんですよ。なんとかしてやらんといけんなと思って。ピンどうしようかな。とりあえず、さっきの粉が入れとくか。なんかにこう、ピッて止めておいてたりね。あ、ミスった。ここあれですね、マジック・ザ・ギャザリングのコインが入ってるんですけど、これ鉄なんでぶつかったら傷ついちゃうから、よし、個人部屋 OK。 さあ、というわけで、なんかいっぱい入ってますね。これどうしようか、この中から1枚でもクチッと出てきちゃったらびっくりだから、一応開けちゃいましょうかね。もしかしたらなんか変わったレアが出るかもしれんしね。で、さっき話をしたあれもそうなんですけれども、ここから出てくるやつね、なんかね、気になるやつが あった人はね言ってくださいね。よいしょ、はい、というわけで、これコードじゃない、うん、コードだね。このコードは見せちゃダメなやつ。何これ、エネルギーポーチ、パワーメモリー。あ、これ切り裂きさんのやつだ、かわいい。後ほどまた紹介しますけどね、クチートもね、一つだけ、外国版にしか存在しないイラストがあるんですよ。あ、なんかレア度があれですね、なんだ、四角だとか丸だとかさ、なんか昔のやつですね。キューラの頃確かこんなんでしたよね、丸とか四角とか星とかでしたよね確か。よいしょ、すげえ、2枚光ってた、やべえ、星じゃんこいつ、ルカリオ、やべえ、かわいい。ルカリオ好きな人お声かけください。よいしょ、ルカリオはルカリオなんですね。ピカチュウもピカチュウだしね、イーブイもイービーだしね。でもクチートはママイル。よいしょ、ねえ、バカみたいなこと言ってたら足しびれてきた、やべえ。よいしょ、なにこれ、パラレルシティ、パラレルシティ、なにこれ、逆さまに書いてある、なにこれ、めっちゃ面白い。わからん、でもなんかわからんけどすごい。なんやろね。まあちょっとわからんけど。うん。なんかちょっと面白いこと書いてそうですね。なんでこんなにくっちゃべってるかっていうとね、こうやってくっちゃべっとけばね、未来の自分がね、なんかいろいろ調べて書いてくれるはずだからね。それに託してる。今この喋ってる情報には一切合切の情報はございませんので。ご了承くださいませ。よいしょ。さあ最後です。クチート出んかったら私なんでこれ見ていったんだろうって話になるよね。よし。なんか最後1枚だけでしたね、光ってるの。あと若干やっぱカードが硬いな。多分だけどちょっと分厚いんだろうな。なんかこんな感じの出方でした。これが英語版のカードたちでしたね。残念ながらちょっと口取りなかったですね。よいしょ。で、これ多分コードが書いてあるやつです。ちょっと待ってね。よいしょ。あ、ですね。なんと7つもありますよ。どうしましょう。どうしようかね。なんか、まあ、いっか、私多分使わないから、なんか、プレゼントかなんかにしましょう。はい。
というわけでお待たせいたしました。ですね、まあ今回、クチートのカードがめちゃくちゃ揃いましたので、ですね、おそらく、現状ね、発売されている日本語版と英語版のクチートが今回全部揃ったはずなんです。なんでそちらの紹介と、あとトップローダーに管理するクチートの選別会を今からちょっとやろうかなと思っておるところであります。で、よいしょ、そうですね、もう今日ちょっとですよね、ライオンさんがねもう今日ちょっと仕事ができないですね。まずクチート GX が、ダブルレアと、SR と HR ですね。で、よいしょ、同じく、先ほど開けたものであればこの2つですね、騙し打ちのクチートと、あと睨んで噛みつくチートの2つ、これもさっき、つい先開けさせてもらったものが入っています。次、このレアのクチート、そして、ワールドチャンピオンズパックのクチートですね、の2つがございますと。で、この採掘クチートは確か一番最初のやつ、まだアドバンスの頃のやつじゃないかなですね、年代的には2006年のやつです。で、ワールドチャンピオンズパックのやつはこれはもうこの1種類しかないんで、あんまり状態は良くないんですけれども、一旦これを封入しているような状況です。で、一番最新ですね、クチート2つの呼び声のクチート、オリジナルクチート、これは私がですね、発売日の当日、黒猫ヤマトのトラックを追っかけて、ゲットしたボックスから引いたやつですね。はい。で、クチートソウルリンクとクチート EX とメガクチート EX、この3枚は、これはですね、実はあのパックから開けたものではなくって、シングルで購入したものになります。なのでこれもね、あの確定パックがあるんで、それをまたちょっとお金に余裕がある時にね、購入しようかなと思っておるところであります。さてと、でこの中に入っていないもので、この仲間を呼ぶのクチートからね、よいしょ、選別していきましょう。よいしょ、ちなみに仲間を呼ぶのクチートは35枚、ございますと。で、そうだな、比較的ね、状態のいいやつが多いんですよ。で、特に最近ね、あのいただいたものとかもあるんで、ああもう全然これでありですね。仮にしましょうか。よし、さあ、このシールド高いのに、やべえ、あと32枚しかない、足りるかな。実はね、和柄のクチートのスリーブはね、まだまだ未開封のものがね、余剰があるんですけれども、メガクチートの方はね、実はもうほとんどこの32枚が今持ってるもののラストになるんです。なんでちょっと足りなかったらまた買わないといけないかなと。まあでもこのスリーブ自体はもうあのデッキで使ってないんですよ。なんでまあなんとでもなるかなと思っておるところではあります。というわけで35枚中の1枚ですね、トップローダーの方に入れさせてもらいました。よし、で続いて枚数が多いやつだと、よこいせ、よいしょ、このパウダーのやつは実は2枚いただいてるんですよね。よいしょ、自分で引いたものではないんです、大変嬉しい。よいしょ、ちょっとこれなんか分かりやすいように塗りとこうか。よいしょ、ここでいい、大丈夫かな。英語版1回抜きますね。よいしょ、よいしょ、よし、32枚、35枚か、35枚で、キラキラ光ってる採掘クチート、これがここですね、2枚。ちなみにこの採掘クチートが多分クチートとして封入された一番最初のカードのはずなんです。なんでそういう意味ではね、姫丸さんのクチートが一番最初に封入されてるんですよね。27枚ございます。よいしょ、で上から順番に見ていきましょう。大丈夫そうかな。続いてクチート GX ダブルレアが33枚です。で SR が7枚ですね。確かこれがハルさんからもらったものだった気がする。これ今野良さんのやつかもしれない、両面マットに入ってるもんね。 SR が7枚で、 HR が1233枚で、騙し打ちのクチート2枚ですね。で、睨んで噛みつくチート、これも2枚ですね。
で、ワールドチャンピオンズパック、これは1枚です。で、これはね、ちょっとまた後でいきます。よいしょ。で、メガクチートシリーズ、これはもう全部1枚ずつしかないことは分かってますと。メガクチート GEX と、クチート EX と、クチートソウルリンクが1枚ずつです。よいしょ。さあ、じゃあ、ここにあるやつがまだ選定が終わってないやつですね。じゃあ、選び出すのクチートいきましょう。どっちがいいかな。こっちは若干個性あるけど、まあ、こっちの方がいいか。よし。じゃあ、彼にしましょう。こんな選定なんてしてると、そりゃ時間かかるわ、ね。いや、でもね、今日はクチートの日ですから、みんなでクチートのために時間を使う日なんですよ。なんで、正直ね、この動画1時間超えても私はいいと思ってる。みんながいいかどうかわかんないけどね、いいかどうかわかんないけどさ、あ、でもあれ、時間が長いとかで低評価しないでください。今日はそういう日です、はい、9月10日なんだからね、その時間だけでもクチートのこと考えていただければと。はい、というわけでクチート2枚ですね、選び出すクチートが2枚です。よいしょ、でございますと。よいしょ。さあ、続いていきましょう。よこいせー。次がアザムクチート 1,2,3,4,4 枚です。これあれですね。ピンプクさんのやつ。よいしょ。これどうしようかな。これはこれで置いとこうか。ってことは、多分これお料理さんからもらったやつと自分で入手したやつがありますね。これもちょっとポコって傷があるな。これもし一番状態が良かったら、これにしましょうか。これどっちかな。よいしょ。いやでもこんだけ古いカードだからな、難しいよな。まあでもそうだな、イラスト面が一番綺麗なやつっていうとこっちかな。これにしましょう。よし、アザムクチートの再備品お待ちしております。もしくは向いてないパックでもいいです。わからん、向いてないパックだったら買い取ります。よいしょ、値段分からんけど相場が。これピンプクさんでもらったやつですね。よし。はい、というわけで改めまして、アザムクチートは4枚ですね。4枚ございますと。はい、というわけで、わがままドローのクチートが8枚、破壊顎ですって。これは綺麗だな。あ、これ綺麗な、これにしよう。よし、これにします。そうそうですよ、カードゲームに個体値厳選は存在する派です、私は。この前ならさすがにちょっと違うと思うけどね。はい、というわけでわがままドローのクチート8枚でした。よし、よいしょ。で、これで一体傷あり。よいしょ。あ、これいいな、これ最強じゃん。よし、これにしよう。というわけで、振り向きスタンバイのクチートは6枚でした。意外と枚数が多いのが驚かすのクチート、16枚、16枚ございます。ああ、これ最強ですね。よし、じゃあこれにしよう。よし、なんだろうな、クチートの話しましょうか。クチートってさ、顎あるじゃんね、可愛いよね。あー、ダメだな、クチートの話をするってなった時点でもうすでに私はちょっと多分会話が合わないんだろうな。驚かすのクチートは16枚でした。で、2つの呼び声オルタージェネシスのクチート、これがですね、60まだあります。よいしょ、どうしようかな。ここに置こうか。60、よいしょ、120ですね。今108プラス5足す7だから120ジャストでいいんか。 OK、 大丈夫だ。はい、というわけで日本語のクチートこんな感じになりました。いや、すげえ、なんか本当にいっぱいあるね。これさ、ほら、縦積みにしてるからちょっと見えないかもしんないけど、こんだけあるんだよ、これ。さてと、で、よこせ。あと、ホロンの幻影っていうパックが昔あったと思う、あったらしいんですけれども、そのホロンの幻影の海外版のプロも配布されたものだと思うんです。ホロンの幻影のね、英語版のロゴが入ってるんですけど、残念ながら買えなかったんですよ、日本から。なんだけれども、最近になってようやくそれが買えるようになりまして、つい先日購入したんです。なので日本に到着するのにだいたい1ヶ月ぐらいかかるんで、今まだね、空飛んでる途中で私の手元まで来ておりません。なので実は英語版全部揃ったと言いつつも、プ
黒物のやつだけはまだ手元にないという状態です。はい、こんな感じです。どれだっけな、確かこれにここにホロンの幻影の英語版のロゴが入ってるやつっていうのがあるんです。なので市販ではないやつっていう意味ではそのプロモのやつがまだ手元にないような感じですね。それ以外はおそらくあるかな。あ、そうそうそう、これが大事。このプチートは日本語版には存在しないイラストです。イラストレーターさんはトキヤさんっていう人なんで一応日本人っぽいんですよね。22、英語版22枚。最後に置いてみよっか、全種類。ちょっとかなりかさばるかもしれないけど、あとね、今回このプチートコンプを目指すにあたりアメリカのカードショップさんとすごく仲良くなりました。デーベロ、いやでもさ、通常版でもキラがあるってめっちゃいいよね。めっちゃ羨ましいよね。それだけで集める甲斐あるじゃん。よいしょ、こんな感じかな、見えますか。こんな感じでいかがでしょう。改めまして、ここにあるのが、クチートの海外版と日本語版、英語版と日本語版のほぼ全てです。イエーイ、ほぼ全てですね。で、こっから先何を目指すかっていうと、あとはこの中の何かしらのカードを私はいっぱい集めるか、もしくは他のドイツ語とかさ、他の言語のやつに走るとか、もう本当にそんだけしかないです。うん、なんでここにあるやつが全てっていう感じでね、あとはこっから先にどんだけ広げていくかといったところです。はい、というわけで今回、9月の10日クチートの日ということで、クチートばっかりにフォーカスして動画の方を作らせていただきました。で、そうですね、ちょっと動画として2つに分けるか1つになるかはまだちょっと分かりません。ただ少なくとも撮れ高で言うと両方ともが40分を超えています。なので、おそらく全部まとめてしまうとなると30分は超えちゃうかなと、っていう感じです。はい、というわけでじゃあまた次回、お会いしましょう。またね、バイバイ。いやー、クチート可愛い。